日曜日ですね、6月2日、はい、とあの K-1 ジャパンの大会が富山であったんですね。富山で、富山初上陸。それで飛行機で朝の、9時ぐらいの飛行、うん、9時5分の飛行機で、あの羽田空港で、うん、飛んでいくわけです。便で。それでまあ歩いていったわけですね。34番ゲートまで、はいはいはい、歩いてましたね。まあサラリーマンの方ですかね、多分。気軽に声かける、来てくれるタイプの人。うん。おー、すみません。今日何って言うから、K-1 で、え、仕事 ?K-1 の富山で K-1 ジャパンがやるんで、見に行きますって言ったら、格闘技好きなの、本当だったんだね、格闘技好きなのね。嘘かと思ったよ、っていうの。なんで嘘だと思うんだろう。その人相当疑い深い。その人ってクジラ見てさ、うん、知らないの少しだお前。30メートル本当に読んだ。嘘だと思ってたんだ。でもどんないじゃない。あねえ、西田ひかるちゃんにさ、本当に結婚したんだ。悲しい、だんだん嘘だと思って、あ、それでも疑っちゃうもん。顔見せてくれなかった。その人、年の頃としてはいくつぐらい。わかんない、素人の人だってわかんないんだ、老けてるようでね。俺と同じか、ちょっと若いぐらいかな。まあだから、なんで嘘だと思ったとか言うんだろう。あのラビーはたまたま会った芸能界の人で、うん、その人芸能界を信じてない人なんですよ。あ、そうか。うん、寂しいですね。それだけでラビーがどうこうじゃないんじゃない。まあ俺もなんて俺も言ってるけど、僕もそういうこと言われるとカチンとくるね。そうだね。うん、俺もレースクイーンは全部は信じてないから。いやいや、それと違うんだけど。それと違うんだけど。あと僕、あのそれで思い出して、僕悲しいのは、昼の番組が生じゃないんですよ。うん、はい、生だと思ってたのにって言われるんです。ああ、いけないんでしょうか。別にあれ生って言ってないじゃんね。うん、昔生だったけど。そうそう、生だと思ってくれてるんですよ。うん、でまあ番組も生と同じように30分で撮ってるから、うん、あの逆に乱れちゃうから、うん、みんなが時間があると思って、うん、でまあそれは逆に言うと生だと思ってくれたのに生じゃないんだっていうふうに撮ってるんですけど、ほとんどの方が生だと思ったんですよねってがっかりしてるんですよね。その人に聞きたいんだけど。すいません本当に。生とその録画のどこにあれなんですかね。あ、その日の全てを何かこう掌握して喋ってるっていうドキドキ感が欲しいのかないってことだと思うんです。なるほどね。じゃああれだよ、映画館でさ、映画見に行ってさ、主役の人が見てた時にさ、あれなんだこれ、生じゃなかったんだっていうのと同じだ。いや違うよ、それはそれは違うんだよ。水曜ジャンク小崎です。こんばんは、小崎和樹です。こんばんは、水曜ジャンク格闘技本当に好きです。小松です。有川です。有川です。はい、というわけでございまして、まあワールドカップがすごい盛り上がってるね。うん、どこを回してもワールドカップ、やっぱり新聞もワールドカップ、ニュースもね、うん、だから今全仏オープンのさ、テニスやってるんだけど、かわいそうだね。それがかすむね。全然もうかすんじゃない、うん、だって本当に東京夕方車少なかったからね、初戦の日は、ねえ、しかしやっぱりイタリアかっこいいね。イタリアのサッカー、ね、あとアルゼンチンはみんな挑発だね。でもさ、この頃思うんだけど、うん、昔坊主でやんのかっこ悪い坊主頭ってみんなでしたけど、今坊主かっこいいよね。かっこいい、ロナウドとかかっこいいな、うん、ねえ、2対2引き分けでした。ベルギーの選手ってさ、親父に見えない、ちょっと年取ってない、年取ってるね、ね、あれでも本当は若いんでしょ。どんなワッフルを食べてたから。ベルギーの選手でかいよね。でかい、な、前も聞いたけど、なんででかいんだなっての方の人。でかい、だからまあ、うん、あの体格差を跳ねのけて、まあ初めての勝ち点っていうことは、そう勝ち点だよということはさ、まあ引き分けたってことは、うん、もうなかなかいいんじゃないですか。頑張ってますよ、うん、頑張ってる頑張ってる、うん、それはまだ差はありますよ、うん、あのさんまさんなんか歴然とあるんだって言ってますから、うん、さんまさん好きだから、うん、世界中の選手知ってるし、うん、あのレベルを知ってるから、うん、今まだあかんって言ったけど、うん、もうちょっとやっぱり前進してるってことですから、それはいいことですよ。そうですよね、はい、さあそんなスポーツですけど、松井選手が、全米デビューかという、巨人の松井選手が正月のですね、ゴジラ対メカゴジラに出演してます、この作品はアメリカにも配給予定なので、野球に先駆けて全米デビューかという記事がありましたけど、ねえ、松井さんどうですか。そうそう、
ましたね。ですから、まあ、自分からあったんじゃない。だから、今回あれですね、球場で少年たちに野球を教えている時に、ゴジラが来たっていうのを聞いて、相手が投げた、それを聞いてびっくりして、こう、暴投した球を打ち返すっていう役だそうですね。そうすれば、グレッパーはい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 それから、小崎に出てしか呼ばれないヒトチワワという人がいますね。ヒトチワワが現れたそうです。トミー・リー・ジョーンズさんがですね、メインブラック2を引っ提げて来日。あ、そうなんですか。7月6日から公開。あの人ね、すごい知的な方なんですよ。指太いですよ。そうなんですよ。ハーバード大学出て指太いんですよ。なんで指太いの。ポキポキ小さい頃からポキポキやってたんですよね。それか骨太だな。バカ今夜も3時までよろしくお願いします。涙の色はきっと憎い僕には見えやしないから。菅石川さんです。アシンメトリー小崎ね。わー、おい渡辺、ジュース買ってこいよ。わかりました。おい渡辺、肩揉めよ。わかりました。おい渡辺、片付けとけよ。わかりました。おい渡辺、投稿写真買ってこいよ。それはできません。TBS ラジオジャンク、この時間は週刊ヤングサンデー DHC の提供でお送りします。ヤングサンデー青春格言。炭酸を買ってこいよと言われたら、言われたらわざと間違い、ヤンさんを買え。最高のグラビアアイドルに最強の漫画、週刊ヤングサンデー毎週木曜日発売。コンビニで買える DHC。 男の肌にも DHC、 オリーブオイル配合で人気のピュアソープや薬用スキンケアローション、男のナチュラルスキンケアも DHC にお任せです。男の肌目覚める。 DHC フォーメン、お求めはお近くのコンビニで。ハムナプトラから誕生した新たなる謎と伝説、目を見張る驚異の最新 SFX 映像、全米歴代ナンバーワン新記録樹立、主演ザ・ロック、スコーピオンキング、6月8日全国一斉ロードショー。コサキンズリポート。ムックン、撮影終了。特番のフジテレビの ね2時間だっけ、金曜エンターテインメントの、ドラマ撮りまして、はい、やっと6月3日に全部終わったんですよ。それでね、まあ面白かったんですけどね、カメラマンの人とかが陰陽師撮った人だったりね、結構こう映画畑の人多いんです、ドラマの人って。だから映画の話なんかしてて、なるほど、面白かったんですけど、まあ上田にも行けてね、上田城なんかまた来ちゃって、ああ4年前、もう4年前か前撮ったのとか思いながら、これでね、まあ今回は秋竹城さんと谷圭さんという先輩が、谷圭さん素晴らしい、参加してくださいまして、で谷圭さんは違う警察署のベテラン刑事、ダキさんは僕と仲のいい鑑識課の名物おばさんみたいな役なんですよ。これね、谷さんはもう僕らもう刷り込みあるじゃない、谷圭さんって育ったじゃないですか。そうですね。前も話したけど、こう温泉でご飯食べながら、ホラーの話したら箸を置いて、それはね小高君ねってストーリーでも話して、それでこの間最終日にね、こうちょっと面白いシーンなんですよ、谷さんと僕のシーンはね。それでこう谷さん盆栽が好きな設定なのよ、でこう他の若い刑事が来て、なんだか大変です、何何って言った時に思わず切っちゃうと、枝を、おーってこううろたえるんだけど、おかしいんだよね、ギャグも何もおーって言うだけなんだけど、おかしい。で一番最後のシーンが、僕が今回は勉強させてもらいましたとかいうシーンで、しかし盆栽ってのは手間がかかるもんですね、立派だなこの盆栽はとか言ってて、で嘘とか言ってると、あ虫だ、監督がこれ変えました、最後変えました、虫だ虫だって騒いで盆栽に虫ついてるっつって、ああっつって、うわここにでかいのがっつって、谷さんがパチンってまた切っちゃって、ああって書いてあったわけ、で監督が、その前に僕がおでん屋さんで、おでん食べてるとかあって、あれ俺大根頼んだの、俺の大根どうですかって、谷さんが、あ俺が食ったよっつってガチョーンって言ってたのよ、アドリブで、それ で監督が、最後に本物聞きたいですよね小坂さん、本物のガチョン聞きたいですよねっつって、谷さんすいませんって、監督も若いから、こう切った後本人はないんですけど、ガチョンって言っていただけますかねと、谷さんがガチョンか小さめでいきますからって、はい分かりました、じゃあ待つぞ待つぞっつって、
あ、虫だ。あ、どこ、どこ、え、どこ虫、どこ、あ、こんなでかいの、ここに、パチン。さすがだね、ベテラン。パチン。あ、その後、意味ないリアクションして、うん、パチン、パッと、パッケッ、あ、パッと、課長。で、みんな、僕らカメラの子見せたら、カメラマンさんとかが、オッケーです。ああ。谷さん、目しばしばして。これでいいですか。いいらしいなと思って。あのね、そうですね。あの入れに来ないんだよね、ギャグを。入れに来ない。これが素晴らしいのよ。だから小さんなんで。小さまで行きますから。そうなんだよ。だからドラマも壊さないし、そうなんだ、お客さん得した気がする。うん、ね。でその農家を借りたんです。狛江の方の、上田ってことにして、あ、長野ってことにして。うん、だからセミの抜け殻がね、こうついてたわけ。うん、あの農家ってあるでしょ、あのなんかしまっとく屋根だけみたいな。うん、悩みたいなとこに、こう何、物干してあったり、そこのとこにこう、セミの抜け殻があって、で、あ、谷さん、セミの抜け殻ですよ、早いですね。やっぱり温暖化ですかね、とか言って、あ、本当だ、とか言って、うん、僕んちもね、セミの抜け殻結構、セミ多いんですよ、うん、つって。で、抜け殻集めてね、ザルに盛ったりしてるんですよ。ハルに盛るんですか、うん、盛るんですよね。間違えて食べないかなと思ってたらいいかと。あ、そういうパリパリ香ばしいっつって。バカなんで、あの谷さんお仕事しますよ、ね、あとね、ミミズがいっぱいいるんですよね。それをね、あの一回洗ってね、泥洗ってね、あの瓶に詰めるんですよ。これがね、ご想像の通り恐ろしいものになるんです。なんて面白い人だ。これで最後のシーンが終わったら、僕なんかのペーペーなのに、どうも笠原さん、おかげで楽しい仕事ができました。バーバーでまだトロンボやってますかって。あ、はあ、その時だけですけどやってます。あ、そうって嬉しそうにしてくれてね。素晴らしいね、アキさん。うん、アキさん相変わらずこんな顔芸でごめん。言ったっけ、鑑識課でね、うん、言ってないですかっけ、あのいわゆる出窓みたいなとこが、そこを破られてるわけよ。で、僕が来て、はる、あの、山ちゃんどうなのって言うと、出ねえ、何も出ねえよとか言ってて、そのとこ、あ、こっから侵入したのかとか、で、自問は出ないよってことは空飛んできたのかなって、これが冗談言うと、へって睨まれて、ごめんごめんっていうシーンがあった、で、いわゆるこう、なんて言ったらいいですか、膝をずっと曲げた状態でこう、ああ、鑑識の、うん、ガラスをやってる。で、大丈夫ですか、膝痛くないですか、大丈夫、大丈夫、言うとか言ってたんだけど、その、町とかあるじゃないですか、すいません、照明町で、あきさんそのままですいません、つって、そしたら、小声で、この、こんな姿勢させやがって、この、このタコ監督が、あきさん、マイク入ってますか、マイク聞こえますか、いやーい、つって、それでね、あの、もう我慢できなかったよ。あの、ふざけてると若い刑事が先に警部補試験に向かってるわけ、うん、で若いのに3つけなきゃいけなくて、それまで威張ってたのに、俺が、あの、はい高山さんとか言わなきゃいけない、うん、でふざけてると湯原君って怒られて、うん、すいませんって言って怒られちゃったじゃないかよって、あの秋さんに言うとかって、うん、で秋さんがへおいおいって言って、うん、そのと覗き込んで笑うカットを撮りたいって言って、うん、俺の顔を見て秋さんの顔想像してよ、うん、で俺を覗き込むわけ、うん、俺見ててくれって言うんだよそれを、うん、我慢できなくてさ、吹いちゃったら監督が分かりました、じゃあもう上を向いて怒ってましょう、怒られちゃったら、まあ、でもちょっと視野に入るって余計おかしいでしょ、うん、で顔に力入れるんだよ秋さんに。とぼけでこの、とぼけでこの尻のアップから入って、あ、これは春ちゃんだとか言って、もうね、先輩にね、うん、やられました。ああ、おかしかったですね。ふとした仕草でおかしいんだよ。うん、だこれが芸だよね。ギャグとかじゃなくて、うん、いとか言う、うん、はあ、なるほどな。でも谷さんの、うん、セミの抜け殻山盛りっていうのとか、あとミミズを瓶に詰めてグニグニして気持ち悪いんですよじゃなくて、ご想像の通りものすごいもんができるんですっていうのがね、勉強になりました。これはね、まあね、いや、いいことでね、うん、いいことばっかりでした。勉強になって。うん、で、ちょっとね、キングエンターテインメントなんで、いつ放送するかわかんないですけど、前のも4年前に撮って2年前に放送という2年待ってた、ね。すごいね、その余裕がね。ちょっとわかりませんが、放送決まり次第お知らせしたいと思います。楽しみです。ラビーです。インタビュー。ベストファーザー賞というのをいただきましてね。おー、とうとう撮りましたね。
前から呼び声が高かったけど、それででも実際ベストファーザーだもんね。まあマリちゃんと楽しくやった、まあ、私は自分ではそれは自負してるんですけどね、まあ、ベストハズバンドではないということは分かったんですけど、いいじゃないですか、ファーザーの話なんですかね、でまああと5年ぐらいしたらベスト飼い主賞を取りたいと思ってます。ああライルでね、でまあそれで授賞式ありましてね、まあ、5人選ばれてるんですけども、それでまあ僕も行きまして、それで年1回ですよね。そうなんですよ、2002年ので選ばれまして、うん、はい、まあ、他のメンバーの方はあのマスコミでまた見てください、説明するのもちょっと時間かかるんで、はいはいはい、それでまあ、ウィッキーさんがインタビューしてくれまして、終わったウィッキーさん、ウィッキーさん、英会話のウィッキーさん、はい、でウィッキーさんが、あ、どうも関根さんどうもなんですね、久しぶりでしょ、そうだから僕、あ、これギャグでね、ウィッキーさんが何か言ったら、oh, Go to the street, it's the 品川ステーションって言おうと思ったの、だって全然、まあ、合わなくて、まだ先行かれちゃって、あ、いいや、これ言えないなそれでまあウィッキーさんとどうもありがとうございましたと、はい、でウィッキーさんが、僕はねズームイン朝の時に関根さんにねいろいろ教わってもらったと、あの時ラビットさんは10代だったじゃないですか、いや僕23だ3か4だったですよって言ったら、ああ僕あの時もね40過ぎてましてねって言って、あ、そうなの、僕テレビのこと分かんないから、関根さんがね、ラビットさんがね、太陽を背負うなって僕に言ってくれたんですよって言うと、太陽背負っちゃうとカメラでウィキさんも歯しか見えなくなっちゃう勉強になりましたとか言って、うんうん、でインタビュー終わって、で今度はまあパーティーになって、今度はマスコミ のインタビューですね、はいはいはい、カメラが あって、うん、それでまあビデオカメラですね、まあ、ワイドショー、はいはいはい、でリポーター女性が4人ぐらい来て、うんうん、綺麗な方風なんですよ、やっぱり4人の女性が、ね、はいはい、それでまあ僕の番になりました、片風っていう、ね、そしたらね、はい、なんなんですかね、芸能リポーターの人ってね、ベストファーザー賞おめでとうございますと、今のお気持ちはって言うから、うん、ちょっとギャグ入れましてね、小学校4年の時にね、夏休みに日射病には気をつけようというポスターを書いて以来の賞なんでね、非常に嬉しいです面白いね、また冗談言っちゃってたんつってね、うんうん、そんなフォロワーそんなフォロワーいらないのになぁと思いながら冗談なんだからね、そうなんだよ、そしたらさ、今度は全然関係ないこと言ってくんのよ、うん、俺ほんと困っちゃってさ、どうしたの、中山美穂さんと辻人生さんって言うんでしょ、辻人生さんがご結婚なさったそうなんですけども、いかがですかって言うから、いや僕お二人とも知らないから おめでとうとしか言えませんけどって言ったら、うん、辻さんにはどんなお父さん、辻さんどんなお父さんになるでしょうって言うから、ベストファーザーと取って先輩としては、いやそれ本当に僕分かんない、分かんないよね、分かりませんよそれはと、うん、ほらもうほら雨男のことだとかさ、うんうん、いろんなことでさ怒っちゃいけないと思ったからさ、うんうん、俺は我慢したんだね、本当に我慢したんですよ、うん、関係ない話なのにね、いっぱいあるけどね、うんうん、いやそれ僕本当に分かりませんよと、共演なさったことないんですかって言うから、いや中山美穂さんとはオールスターの番組ですれ違っただけです、うん、で辻さんも一回お会いしたかお会いしないかもそのくらいしか分かんないから、このコメントできませんよと、でもどんなお父さんになってほしいですかって言うから、うん、ここでねそんなの関係ないと突っぱねちゃったら、うん、アメリカンホームダイレクトって言ってる人と同じになっちゃうから彼は役者だからそんなバラエティなこと俺が やる必要ないって言ってるのもそれはポリシーだけど、俺の場合バラエティだから、うん、そういうこと言われても返さなきゃいけないわけ、そうだな、高田さんだったらどんなこと言うのかなとかさ、いろいろ考えたんだ、それで俺は将来結婚してねお子さんできて家族で海外旅行行った時には入国審査でオロオロしないお父さんになってほしいいいねいいことだ、分かんないでその4人の女がさ、うん、はあどういうことですかと、うん、カメラさんとか笑ってるわけ男の人は、いや僕はねだからその時にねサイトシーンとかね、観光ですか仕事ですかって言った時に、ね、観光ですと、でどこどこどこというところありますと、例えばまあフランスだったらフランス語でジョボカジョボカとか言ってくれたりね、そうするとねかっこいいお父さんだと、うん、頼もしいと、でそれがまあ氷山の一角で、それがそこへ、まあ、現れた分だけで他も全部頼もしいっていうことなんですよね、僕ダメなんですよ、
あの入国審査で一番だらしないんですよ僕ね。だからかそういうお父さんになってほしいですねって言った時に、あこれ小坂井君とかねツッコミの人が入れればそれ関係ないだろうとか言ってくれて、あこれで話題になるのにな、一人だと辛いなと思いながらね。で中山美穂さんはどんなお母さんになると思いますか。いや俺ベストファーザー賞なのになんでお母さんのことも言わなきゃいけないのかなと、あれでもこれで怒っちゃいけないと。そうですね、美穂さんは知的な方ですから、すごくバランスの取れた方だと思うんですよ。ですから、おもちゃ、買い与えるおもちゃも、ぬくもりのある木のおもちゃだと思うんですね。積み木にしても何にしても。それでいて最新的なおもちゃも買い与えて、非常にバランスのいいお子さんを育て、お母さんになると思いますよ、つっても、今度は、西城秀樹さんが今度、お子さん生まれましたってわけ。うん、いや、これはおめでとうございます。秀樹さんおめでとうございます。まあ、そうだったらコメントできます。秀樹さんはもう僕よく知ってるし、あの、お子さん生まれるってことでね、秀樹さん入院なさった後、僕番組でお会いしたんですけども、子供生まれるんで、なんかもう血がドロドロしてるんで、タバコも全部やめて、あ、お酒も控えるようにしますって言ってまして、よかったですね、って言うから、そうですか、つって、どんな お父さんになってほしいですかって言うから、そうですね、西城さんの場合ですからね、まあ、お子さんはですね、あの、木本達夫さんっていう方なんでね、お嬢さんには、達という字をつけて、達子とかね、達江とか名前つけてほしいんですけど、まあ、例えば達江だとしたら、朝から、達江ってね、あの、裏声でね、呼んでいただいて、で、あの方はインストラクターの、あの、スキューバダイビングのインストラクターの、あの、免許を持ってらっしゃるんでね、そうですね、もう、モルジブで、二人で、あの、潜ってる図がもう今から浮かびます。全然笑いしない、リポート。どういうリアクションなの、そういう時。おー、ほーって。いいじゃん。うん。一枚渡ったんだから、うん。カメラマン笑ってたでしょ。カメラマン笑ってましたね。問題はディレクターなんですよ。ああ。じゃあ俺ね、喋る。使うかどうかな。俺喋りながらね。まあこれは使わないなと思ってね。まあ。でもさ、今ので思い出したけどさ。うん。本当にすごいね。ああいう人たちって。うん。あの、田代くんが復帰が決まった。うん。全然関係ない船木さんに。うん。船木さんの舞台の挨拶でそれ聞いてんですよ。あで船木さんが、いや僕が言う コメントできる話題じゃないけどね、それ彼らのそれはやり方があるんだからね、それしか言えませんね。そうだよね。タイトルは大先輩の助言って書いてある。あれがね、本当にね。でもラビーはね、うん、もう大拍手ですよ、それは。その受け答えは。うん。それでね、終わった後、ガンガン言ってた女の人はね、すいません、いろいろ変なこと聞いちゃってって一言は言ってたんですけども、そう思うなら聞くなよと言いたかったんだけどもね。うん、それも言わずに。まあ、それも言わずに。我慢して。そしてライルに言ったの？今日こういうことがあったって、ライルに言ったの？それは、打ち返ってライルのシャンプーしたんです。ああ。そして、そのシャンプーと一緒に、その嫌な気持ちも洗い流して。うまいね。ねえ。そうは思わなかったけどね。うん。でも、いや、そのカメラマンたちは絶対思ってましたよ。ええ、偉い。素晴らしい人。そうそうそう、僕はいろいろ言いましたよ、ギャグ。でもね、なかなかね、人を笑わすのって難しいなと思いましたね。はい。うん。笑いが分かるのも難しいんです。そういうことだと思います。僕、この人は笑いが分かってると思います。この人は自分にね、自分がどんだけ魅力的かって分かってると思う。ゆきさんって、66デシベル。小崎上下か、まずはお便りからいきましょう。Eメールです。ナイトギャング君、あ、名古屋ナイトギャング君だ。南ちゃん再登場。あ、見たよ、これ。妄想研究家の皆さん、こんばんは。6月3日放送の貧乏脱出大作戦で、2度目の修行をリタイアし、もう出てこないかと思われていた、南ちゃんが出てました。そうなんだ。今回はテレビ局に出現、プロデューサーにお詫びをしたいと言っていました。そうなの。現状は今月から来月でケリがつくという状態だそうです。どういうこと？よくわかんない。自分自身が許せなかったと言っていましたが、プロデューサーは呆れ返った表情でした。帰りがけに、社会貢献して人間として認められることが、社会全体の利益というようなことを言ってましたが、また言ってんだと。それを見てたら女房が、この人、言うことはちゃんとしてるじゃないですか。スタッフからは、口では綺麗なこと言うけど、一番反するようなこと今までしちゃったんじゃないのと言っていました。そう。みなみちゃんはみんなから言われて大公開していますと言ってテレビ局を去りましたが、この後どうなんでしょう。ラビーどう思いますか？見た？ラビーは。俺見たのよ。神妙な顔してまたさ、この口だけはうまいのよ、うん、これはどうなの、また信用できるのか。ボランティア活動をいたしまして社会の皆様に貢献していくのが一番のことだと。あんた口じゃ綺麗なこと言ってるけどさ正反対のことやってきたじゃない。おっしゃる通りですつってさ。で今店はやってんの？いやそれもよくわからないのよ。そこは濁してんだ。
また来週も出るんだ、じゃあきっと。多分出て、来週か再来週あたり。でも今までのことがあるから、うん、もうディレクターも信用してます。信用してない。ええ。ラビはどうなの？もう一回チャンスをあげたいの？いや、俺は見たいよ。俺単なるさ、悪い視聴者だから。ダメなところを、あれ、ダメなところを笑うとこだから。そうだね。うん。うん、それで、それで反省して、俺はこういうこと、この同じつてを踏んじゃいけないっていう反省、反、我が身に引き返してね。そうそうそう、反面教師番組だから。そうだよね。それで、あれが嫌だったな、たこ焼き屋のやつがさ、修行してさ、うん、で、ハガキが来るわけ、視聴者から、うん、あの人が焼いてませんって言って。ああ。で、焼いてなくて、店の女の子、ノロノロするなとかね、怒鳴り散らしてましたって。ああ。非常に雰囲気が悪かったです。しかも、たこ焼きにはね、タコも入ってないのが。いくつかありました。うどんこ焼き。もういきなり行って、ミノさんが行って。何やってんだよ、お前。あ、怒って。もうめちゃくちゃ怒りましたよ。誰が焼いてんだ、これ。弟です。修行させてるんです。修行させてるって、あんたがあれでしょ。ん？あの人を教えられるような立場じゃないだろう。って弟さんだって修行やりたいんだったら、達人のところに電話するなりね、行ってちゃんと修行してきて。それでやるべきなんじゃないの？って。何なんだあんた、うん、ここで あれなんだよ、 お客さんに食べさせてや出すたこ焼けんだ、誰なんだよ、私だけですって、うぬぼれてました、神妙な顔して、いやでもね、怒られながらもね、うるせえやって目してた、俺は見抜いたよ。あいつは治らないね。あ、いくつなのその人。その人も35ぐらいかな。あ、そう、多分ダメ、またダメだと思うね、僕は。で、畳んじゃう。なんだかわかんないけどね。まあね、困ったもんですな。でも面白いよな、あの番組ね。見ちゃうよな。岩見沢氏の井出隊員、うん、映画の話題、話題の映画、小林作、少林作家だね、うんうん、これじゃ小林だよ、ね、すいません、少林作家を公開初日に見に行きました。お、本編開始前の予告では、ムックンがナレーションを務めるパワーパフガールズムービーの予告が、うん、そしてオゲレツ度 120% オースティン・パワーズがオースティン・パワーズゴールドメンバーとなって帰ってくるということで、娘の夏は非常に楽しみな気分です。面白そうだね。本編の少林作家ですが、うん、パンフレットにラビーのコメントで、すごいこのダイナミックさはなんだ、初めてアンディ・フグのかかと落としを見た時と同じ驚きだとありましたが、私なりの表現をしますと、すごいこの馬鹿らしさはなんだ、初めて小先を聞いた時と同じ驚きだといった感じでした。冴えない中年の親父たちが少林拳を駆使する姿にはある種の感動を覚えてしまいます。そうなんだよ。でもゴールキーパーマノテ役のチャン・コッカンがブルース・リーに本当にそっくりで、そうブルース・リーが蘇ったのかと思うほどです。少林作家の役者さんは作家だったり武装警官教官だったりと素人が多いと聞き、うん、なおびっくりしました、うん、また中国の国民的アイドルのビッキー・チャオがあんな姿で登場するとは、うん、監督で主演のチャウ・シンチーの凄さに脱帽です、うん、新地監督は少林作家2の構想が頭にあるそうなので、うん、早くも期待大です。そして2には、少林作家として有川さんの出演を願いたいです。これね、本当に面白いですよ。僕はスポットでしか見たいんだけど、すごいよね、もうね、全部ゴールのそうポールがでね、これね、サッカーシーンはね、まあもちろんのことね、サッカーシーンじゃないところがまた面白いんですよ。この、これ、チャウシンチって人はコメディアンですか？そうです。なんだっけな、食人だっけ、食の神様。うっちゃんが広告で、やっとチャウシンチの名が日本に知れ渡るだろうって、うっちゃん前から好きだったんだ。そう、みたいですよ。ね。で、この人ね、40なんですけども、うん、本当にね、今回の映画練りに練っててね、一つも無駄なシーンがないんですよ。だからね、いわばあれとインド映画で言えば織田のマハラジャみたいに傑作なんですよ。これも本当の傑作でね、うん、みんなサッカーのシーンが予告編に出てるんで面白そうだなと思って、まあそれでいいと思うんですよ。で言ったら全体としても素晴らしいね、細かい役とかエピソードが入っててね、うん、で僕チャオシンチが笑っていいとも来た時に心配したんだって。チャオシンチが日本で受けるんですかね、うん、僕のこの映画って言った時に、僕は見ましたよ、もうワンダフルでしたよって言ったらね、喜んでね、俺にね握手してくれてね、その後俺をハグして、うん、どうもありがとう。ああ、心配だったね。嬉しかったみたい。嬉しかったみたい、言ってもらったからね。うん。いいことだね。ああ。それでね、間がうまいの。でこうやってね、足をこうやってピュッと上げられるわけよ。この人すぐ、シャオシンチさんは監督でね、勝利もやってるで、足も上がるんですよって言ったら、タモリさんがやってみてくださいって言ったら、OK ってタモリさんの肩をこうやって、で、こうやったら、今日はできないって思った。その間がうま
ないのよ。ごめんなさいって顔すんの。これあれかみたいなの。そう、やっぱり40だからね、そう、ちょっと哀愁がある。ああ、いいね。大人だからね。で、かっこいいんだよね、この人。うん。ね、すごい。このゴールキーパーの人は、この人はね、似てんの、オーディションでね、見たら、チャオシンチはブルース・リーのファンクラブ入ってるぐらい人なんだって。うん。そしたら、ブルース・リーそっくりだったんで、お前、ブルース・リー役をやれって。でブルースリーのトラックスーツ着せられてゴールキーパーやって全部マネーさせられておかしいわけおかしい。じゃあブルースリーもすごいよね。うん。僕らが高校生の時に見た、そうっすよ、だよモヤドラゴンって。僕が高校生、そうだから、もう生きてれば60いくつなんですよ。そうそう、また来てるもんね。栗橋町の岡野智弘君です。なぜ銀閣寺は銀ではないのか。ああ、先週のラビのコメントで、中でこんな話が出てましたね。そうですね。足利義政が当時、うん、足利義満に見習って、うん、全て銀箔を貼るはずでした。あ、そうなの。しかしすぐに脆くなってしまうことが分かり、あのようなことになったと言われています。銀は金とはちょっと違う。じゃあプラチナつければよかったね。白銀ね。うん、脆かったんだ。当時ステンレスがなかったからね。そういうことね。ステンレスがあったらステンレスで建てたかな。そうだよ、そしたら銀じゃない、銀閣。うん、でも逆にあの銀閣寺のサビが悪い。ああ、やっぱあれはいいって人いますよ。いいんだよね。銀閣寺より好きだって人います。俺も今は銀閣寺の方が好きだね。でもあれですよ、いろんな本読むとさ、うん、今の平安神宮なんかいつも塗り直して朱色でしょ。うん、全部あだったんだってよ。うん、全部朱色で金ピカだったんだ。あの朱っていうのはね、あれ腐らない塗料なんですって。そうそうそう。だから今でも鉄骨に赤い、うん、サビ止めのやつするもんね。そうそうそう、だからおしゃれのね、昔は金ピカだったんだよ、大仏も。で、剥げて取れて、そう、わびさびになった。逆に良くなったんだよ。だから女の子もそうだよ。利休は庭をきれいに鉢すぎたら、うん、怒って落ち葉をまいたそうだね。あ、そう。きれいすぎる。なるほど。やるね、ある人は。黒沢さんも同じようなこと言って。自然はそのまま取っても自然に見えないんだって。あ、自然は工夫しなきゃ自然に見えないんだって。まず雨が取れないって。今のフィルムは取れます。あ、なるほどね。だから雨に墨汁混ぜたりしたんだよ。あ、そう。牛乳混ぜたり。あ、そうなん。赤ひげって赤いひげにするために大変だったんだってね。いろんな染め方して、三船さんかぶれちゃったんだってね。そう。で、白黒なんですよ、それで。そう。白黒の中でも赤に見せたい。赤に見せたい。そうなんです。すごいね。申し訳ございません。よろしいよ、いかがですか。さあ、谷岡おにぎり情報です。ああ、アカンクッキーシアター16号。もう売り切れました。サブタイトル、僕、私立へ行きます。今年も新宿シアタープルにて8月2日金曜日から8月11日の日曜までの10日間10公演で行います、はい、開演時間は日曜日の公演のみ午後2時14時ですね、2時のワイドショーが始まるところですね。その他の公演がですね、午後7時19時19時のマジベタベタソング初歌唱先言ってください。前売りチケットですがおかげさまで全席完売となりました。バイ、公演期間中に当日券を発売いたしますのでよろしくお願いいたします。各日程ともにですね、公演当日の午前11時より、その日のチケットを発売いたします。シアターアップルチケット窓口にて発売となります。詳しいお問い合わせはシアターアップル、これはシアターアポールですね、本当は、東京03-3209-0222、東京03-3209-0222、サニオクをおにぎりまでお願いいたします、はい、32歳の奥さんとね、9歳の子供。もういいです。重ねて言ってきますが、ラビが今説明した通り、その日のチケットですから、そうなんです。並んで明日の分くださいはないですからね。そういうことです。くれぐれも、その日に。オンリートゥデイですね。そういうことでございます。さあ、そして、間に若手ライブを挟み、8月23日から9月1日まで、小坂君のお勧めセッション18素晴らしいかな人生、10日間11回公演です。料金は全席指定の6300円です。開演時間は平日と24日の土曜日は19時、日曜日は両日とも14時です。そして31日の開土曜日のみ14時からと19時からの2回公演でございます。すごいよ。はい、大丈夫かどうか分かりませんけど、おかげさまでチケットのお求めができにくい日がございますが、シアタープレにはない場合でも他のプレイガイドでも求めできる場合がございます。各プレイガイド、チケットピア、ローソンチケット、CN プレイガイド、E プラスにお問い合わせください。詳しいお問い合わせは、ラビと一緒です。東京03-3209-0222、シアターアップルまでお願いいたします。さあ、
我々のお知らせが済んだ後、これからの小崎のお知らせです。来週の小崎にはいよいよこの人が登場。さあ、石田純一さんです。この時頃の秘話が聞けるでしょうか。そして再来週6月19日は八木亜希子さんが登場します。おっ、アッキーだ。さらに小崎ヤングブコーナーはズン、アサリとエネルギー肋骨マニア、マイマイアの西田隆子ちゃんが勢ぞろいいたします。すごい、ちょっと N の森が心配ですね。大丈夫です、頑張ります。大丈夫でしょうか。考えすぎなんだよね。そう、真面目だから。さらに6月26日は清水美智子さん。おお。そしてもう一人スペシャルゲストの方、この方です。君はそのために死ねるか。本物の杉良太郎さんです。皆さん大変なことになってます。19日は八木亜希子さん、26日は清水美智子さんと杉良太郎さん。皆さんへの質問、丸以上送ってください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ水曜ジャンク、小崎んで、ワオでお待ちしております。小崎んで、ワオ、よし、受け取ります。いっこちゃん、はい、ごこちゃん、はい、きんやこちゃん、はい、ごろこちゃん、ポロロ、そしてはるこちゃん、はい。元祖平成女学園20年ぶりの勢ぞろい。あれれ、青い子ちゃんはゴロコのお部屋でぐったり。どうも、格上の男です。現代人の孤独なんて言うけどな、人間は世界中に61億人もおるんやで。佐渡島の時に比べたら孤独なわけがないっちゅうこっちゃね。目が覚めました。格上のブラック、ジョージアエンブレム。ま、今のは自分でもええこと言うたわ。サッカー日本代表が勝ちますように。ファミリーマートで日本代表のロゴマークが入ったサポーター増発とか、日本代表プリカセットとか、いろいろ当たりますように。いろいろ当たっちゃうファミリーマートのサッカー日本代表プレミアムスクラッチキャンペーン、ただいま実施中。詳しくはお店でね。ハムナプトラから誕生した新たなる謎と伝説、目を見張る驚異の最新 SFX 映像、全米歴代ナンバーワン新記録樹立、主演ザ・ロック、スコーピオンキング、6月8日全国一斉ロードショー。水野晴郎です。加藤豪です。私たちの戦えた走りの音色いかがでしたか。TBS CJ TBS CJ TBS CJ ヤンサンスペシャル、グラビアでわー。皆さんこんばんは。この時間は明日発売の週刊ヤングサンデーのグラビアを見ながら、女性とは何か、美とは何かを考えていきます。今週も語ってくださるのは、日本でただ一人の自称プロの女人鑑定家のこの方です。ドクターオーパー関根です。先生、早速ですが、今週のグラビア美女はこの方です。吹石和恵さんです。19歳です。フッキーね、はい、僕はフッキーが16ぐらいの時から知ってるんですよ。王様のブランチの時にね、出ていました。広いですな、ね、あの頃はね、まだまだ少女でしたけどもね。最近 CM で綺麗になってましたね。先生、折り込みがあります今週は。あ、いいですね先生、白のねワンピース。吹石和恵さんのこの吹石和恵、これを一字取りまして、吹く風は石の上を渡って一番初めに恵みを僕らに届けてくれるね。彼女はまっすぐ育った子でしてね、王様のブランチで、まあまだ16だったってこともありましてね、まあ私とかメグちゃんとかですね、まあ、ちょっと下ネタ喋るわけですよ CM 中に、はい、そんなのはいけませんって怒られましてね、またその怒られるのが楽しくて、また下ネタを言ったものですけどもね。まあ先生は好みの女性に軽蔑あるいは叱られるのが至上の喜びですからね。そうですね。だその時に、和恵ちゃん、あと3年だったらどうなのかなと思いながら、そして3年経ちました。綺麗になりましたね。綺麗ですね本当に。とてもすくすくとね、まあ、彼女はね、お父さんがね、はい、近鉄の吹石選手、元ね、はい、今コーチですかね、ですから彼女も背高くて
で空手やってたんですね。はい、初段だそうでございます。失礼なこと言ったら彼女に前蹴り食らいますよ。この縁側です。縁側です。この竹の縁側で手を後ろについて右膝をちょっと立て、考えられなかった3年前はね。素敵ですね。ちなみに、86、61、88というプロポーションでございまして、身長も168です。そうなんですよ、お高いんですよ。さらにでもいいですね、この縁側の文を読んでください先生。読みましょうか。最近は雨の日って好き、ゆっくり山本周五郎読めるもんなんて口にする君。山本周五郎を読むなんてなかなかいいですね。黒沢明監督も愛読していた山本周五郎さんですね。周五郎さんのはいいですね。いいですね。またそういうものを読んでくれるんですよ。赤ひげですよね。そうです、赤ひげ代表作でございます。先生、この吹井風ちゃん、最近凝ってることがあります。何だと思いますか。そうですね、彼女のこのまっすぐな性格ですと折り鶴。いいとこついてますね。料理です。彼女の料理は美味しそうだな。肉じゃがでしょ。ケーキ、クッキーからおかずまでほとんど毎日料理をしてる。ほら、おかず肉じゃが入ってる。肉じゃがかどうかは分かりませんが、まあ多分やってらっしゃると思いますよ。毎日作ってるんですか。偉い先生。先生、はい、ここで言うことではないと思うんですけども、毎回このコーナーですね、一度でいいから私の目を見て話を聞いて、もう先生の仕事練習は分かりますが、ずっとグラビアをこう行ったり来たり往復なさってますんで、いろんなところを見てるんですね。たまには目を私の方に向けていただきたいと。足のサイズは24ぐらいかなと。はい、それで先生、いや、この吹石和恵さんに、先生好きと抱きつかれた場合、どうしますか。彼女の場合、僕膝蹴り入れてみるね。抱きつかれるんですよ。そうです、膝蹴りを入れるんですか。と彼女は空手やってましたから、バッとブロックすると思うんですよ。はい、スランと、はい、そのブロックした時に、ほらこれが正しいんですよつって、だから私に好きって抱きついたことは正しくないんですよってことを膝蹴りで教えてあげる。で彼女膝蹴りをブロックして、バーン、そうだったわ、私のこういう邪念もブロックしなきゃいけないって大阪へ帰るんです。いや、でもそれで、そんなことしてくれた人は初めてだ、余計好きになっちゃいましたって言われたらどうするんですか。まあ、その時にもう私丸裸ですけどね。ありがとうございます。どうもありがとうございます。では吹石風さんに一言お願いします。人生拳一つ。先生、ちょっとお腹痛いんで保健室行ってもいいですか。ああ、行ってもいいけど、少年サンデーは持っていくなよ。え、バレバレっすか。今日は水曜日だろう。俺が何年教師やってると思ってるんだ。コナンも犬夜叉も週刊少年サンデー、毎週水曜日発売。ヤマハ着ボイス劇場。電話鳴ってるで、はよ電解な、早く出てよ。危険な電話です、ご注意ください。やばいって、絶対出ない方がいいって。マジ。あなたの寿命が1減りました。以上のセリフ、すべて着ボイスダウンロード可能です。ヤマハの着信メロディーサイト、メロッチャララメロディークラブ。2002 FIFA ワールドカップサッカー、 TBS ラジオはピッチの熱い鼓動、ゴールの瞬間を刻みます。伝説への挑戦、そして新たな夢、その一瞬を TBS ラジオで。キークラディオ954。 TBS ラジオジャンク、この時間は週刊ヤングサンデー DHC の提供でお送りしました。コサギンビデオタイトルコーナーさあ、コサギンのビデオ、いつ出るかわからないビデオのタイトルを皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。北九州市ブルドック君です。おじいちゃん、お腹臭い。バどこから匂い嗅いでる。お腹表かな。へそかい、へそが臭い。へそが香るんだ。ああ、ごまが溜まってる。へそ香るです。こんにちは、へそ香りです。北九州市のブルドック君、君、世界で一番強いのはアリクイだよ。記念館
ああ、アリクイ強いよな。あの舌でビューってな、口の中に入れられたら吐いちゃう。長くて確かに、うん、なんか今でいきそうだね。久喜市の武井商店君、全裸で名刺交換、全裸で重役会議、うん、裸の付き合いってことだ、うん、荒川区のラジオネームも深谷和弘でお願いします。深谷和弘君、うん、棒連想、棒で連想する。なるほど。よく棒、かっこうついさんを連想している。バカ。棒連想っていい字だね。練馬区の小田沢義久君。シンクロナイズドヒヒミング。バカやな。やだなぁ、ヒヒの顔がバシャーンって、ね。ヒヒが全部揃ってたら面白いよね。怖いよね。うん。揃って踊ってたら。あ、怖い。うん。寒川町の皆川達彦君。右肩上がりだった父の会社、撫で方に。ああ、ね、落ちてきちゃうのか、社会だね。秋田県仙北郡の池田正成君は、小中高時代、一度も担任が女性教諭になったことがない不運なやつ。ああ、いるね。ああ、いるね。男の先生ばっかりって。ユニバーサル・クスノスタジオ・ジャパン。うん。これどんなのがあんの ?ET のノーメイク版とか。あとあれ、あの、山猫は眠らない感覚感あの実際にバーチャルで体験できる、そう、仲間が来るまで何分かを競う、あとあの救出されるの、あと格闘のビデオがさ、ちょっと、ま、ちょっと、ま、斜めの, あのスクリーンで、これで冗談でこのベッドに寝たいなって言うと本気で嫌がられる。いや寝たいなじゃないの、クソに抱かれたいなって言ったの。さあどうしたの。今度行ったら怒りますよ。その時も怒ってたんだ。でもちょっと嬉しそうな、小鼻が嬉しそうだった。顔で言うとどういう顔なの？今度行ったら怒ります。龍ヶ崎市の梅川徹君、ジョディ・フォスターが牛乳配達をする街。うん。ビデオタイトル、うん。大統領と副大統領は阿川佐和子と、ダンフミのような関係。まあ、どういう関係だ。子役だらけの中心蔵。見たくね。ねえ、でもな、電柱でござる。何をする、武士の名だけじゃ。えい、止めるな。この田舎侍め。あ、痛い。棒読み。おい、しての。そのように遊びほうけていってはいけません。何をおっしゃいます。キラメ、見つけたぞ。ああ、助けてくれ。痛い。腹立ってくると思います。秋田県仙北郡の池田正則君です。5万円の豪華花見弁当に、魚肉ソーセージこんもり。墨田区の宮沢大輔君、矢井田瞳のギター、よく見ると、小倉一郎。龍ヶ崎市の梅川徹君、床屋さんの店主がついた嘘で自衛隊出動、うん、なんか映画になりそうだねこれね。マラソン選手に混じって走っている誰かに追われている男。ああ、早いだろうな。早いかもね、追い詰められてるから。神戸市の野島康君、新婚のお色直しに焼肉5人前もうボーン。ちょっと生々しいんじゃないかな。レイノクのシリコン。いや、いいアイデアだなと思って。お色直しってさ、うん、それ見せられるの嫌じゃん、別に。お色直して見てるようで見てないからね、あれは。本人の自己満足だから。我々の記憶の中でなくなってんだからさ、あれさ。ね、もうすいません、いいですか。だからその考えで焼肉5人前食えるだったらいいじゃん。思い出に残るから。どういう顔になっちゃう、そしたら。塩か誰か聞いてあげないとね、うん、塩が好きな人がタレが来ると余ったりんだよ子供なんだよって言うしね。でタレが好きな人はさ、塩が来るとさ、タレだとタレじゃないと飯食えないんだよなって言うから、それもちゃんとリクエスト聞いてからやった方がいい。どこ見てるシリコン君です。僕の子猫ちゃんのハイヒール酒、ほう、下打ち大家族に密着。下打ち、トイレを我慢している和尚の高速木魚叩き。まあ早くごめんなさい。はい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 、中田のスルーパスがぼんやり立っていたズンのヤスに直撃。まあね。葛飾区の引き大輔君、有川先生のために
赤坂駅と赤坂見附駅の階段は全てエスカレーターにしました。いいね。ビデオタイトル欄、梅川徹君、龍ヶ崎市、寿司の食べ方を注意するロボット。はあ。樽を転がしながら猛スピードで坂道を降りてくる西田隆子。怖いよこれ。まだまだ募集しています。水曜ジャンク小崎でうわお。ねえお母さん、あれ買ったよ。あれ何よ、もううるさいよね。何、黒沢敏夫の勝負飴買った。いやー、ブラヒモシューラシュッププ。スコーピオンキングインフォメーション。全世界で興行収入4億1900万ドルのメガヒットを飛ばしたハムナプトラ2黄金のピラミッド。その中でひときわ強烈なインパクトを放ったキャラクター、スコーピオンキングが新たなヒーローとしてこの夏スクリーンに帰ってきます。4月下旬に全米公開されたこのスコーピオンキングは、キーンを中心に熱狂的な支持を受け、公開わずか3日間で興行収入3600万ドルという大記録。この数字はマトリックスをしのぎ、4月公開の映画の全米公開ナンバーワン大ヒット記録の樹立となりました。そして今週末の8日、いよいよ日本上陸となります。舞台は5000年前の戦乱に明け暮れる都、古代エジプト。預言者の力を駆使して民族の殲滅を図る支配者の前に一人の戦士が立ちはだかった。しかし彼には様々な妨害が次々と襲いかかる。広大な砂漠の中で迫り来る刺客集団、巨大殺人軍隊槍の群れ、刻一刻と近づくエジプト最大の決戦。その中に絡むのは敵か味方か、彼の死を予言する謎の美女。だが天使はその決戦に真っ向から挑む。それこそがやがて世界の覇者となるスコーピオンキング伝説の始まりだった。主演はザ・ロック。プロレス界において全米を制覇し、 WWF 改め WWE 史上最高のスーパースターとなった彼、本作で待望のハリウッド進出を果たします。その魅力はプロレスの枠から飛び出して、シュワルツネッガー以来のスーパースターの再来と世界中の話題を集めています。ハムナプトラシリーズの興奮がついにここに迎えるクライマックス。スコーピオンキングは今週末8日から全国一斉ロードショー公開されます。クイズ小崎に知ってろー。一人勝ち行くと小崎の古着、5人勝ち行けば小崎のマルヒテープです。そして10人勝ち行くとスタジオに来ていただくご招待というプレゼント付き。さあ今日は一人勝ち抜いていますね。波乱含みのこの頃ですが、ああ靴買いてーの宇都宮市高橋渡君、17歳高3、リスナー歴1年です。もしもし、もしもし、渡るくん、はい、元気、元気元気ねえ、はい、靴買いて、靴買いたいです。ああそう、はい、はい、先週はねちょっと買って驚いたとこもありましたが、はい、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。気持ちは大丈夫ね。はい大丈夫です。はい、じゃあ渡るくんの今日の対戦相手をご紹介します。ちょっと待ってください。はい。さあ群馬県伊勢崎市、アンサーひろこさん24歳家事実在です。お女性ですね。リスナー歴はブランカーリの1年半。最初に聞いたのは高校受験の時だそうです。こちらにお話をします。洗礼を希望しますと。おまず後で出ていただいてから見ましょうか。はい。小崎のお二人こんばんは。24になり今までは聞いてるだけにとどまっていましたが、それではリスナーとしての忍びがないので、うん、これからバンバンハガキやネタで参加しようと思い、クイズに参加しようと思いました。嬉しいですね。ということですね。お願いします。はい。ひろこさん、もしもーし、こんばんは、こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ洗礼いきます。柳沢ひろこさんどうぞ。やだひろ喜んでますね。やばい、どうしよう。嬉しいですか？先週の時より嬉しいです。あー、よかった、そんなふうに。実は、うん、先週、うん、サマーズの番組で、うん、読まれて、うん、サマーズと喋ったんですよ。おーおー、その時より嬉しいかもしんない。おー、嬉しいこと言ってくれますね。乗せ上手ですね、ひろこさん。次の日、次の日が嬉しい。もっともっとが嬉しい。未来が嬉しい。またまた、またあなたを、そんな歌あるんですか？あ、作ったの？薬師丸ひろこさん。ああ、昔の歌です。あ、そうなんですか？さあ、ひろこさん。はい。今聞いてほしいこと書いてあるんで、聞きますよ。はい。今してる格好は何？メジャー3本巻いてます。メジャー3本？どこに？
局所局所にあ、うまい局所局所ちょっとそれ指の関節かもしれないね局所だから局所ってのはどこか分かんないそうなんだよ勝手に局所ってえっていうダメだよね局所ですかうまいさあそういうことでひろこさんはいさあまずは似たりものまねです森高千里さんはいはいどうぞいきますはい私がおばさんになっても本当に変わらない私、陽介の妻になりました子供も二人生まれて私もおばさんになっちゃった子供も二人産んだの、はい、もう二人いるのえええ、そう聞いたんですけどすごいな、ダントウォーリーすげえな、あいぐちゃんそして、犬山犬子はい牧場はいはい、お願いしますうわー、負けないのね似てる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 、うん、すいません、ちょっと思いっきりがいいな、ひろこちゃんは牧場のさはいえってみんな鼻でかいでしょそうなんだおじさんたちもあの鼻のね大きさがねあの黒いのがねタモリさんのねサングラスに見える嘘似てるいやちょっとあんまり自信なかったんですよ大丈夫ですよこれひろこちゃんのねこの広い子でしょはいこれはゆかちゃんの本名と同じですよひろこあそうなの心が広くなってみんなとねあのひろこを付き合わせてくれるようにってひろこってつけられたああ、はい、だからあなたはいわゆる柳沢ゆかなんですわですわひろこさんはい、合言葉どうしましょうおばさん家の飼ってた犬の名前もじゃでもじゃもじゃ可愛いお名前ですねもじゃってはいそれでは渡くんと話してください渡くんひろこさんですもし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 よろしくお願いしますお願いしますあの牧場も好きですありがとうございますはい彼女とかいるんですかいやいないんですよねこれがいいなぁ若者同士の会話だな、うん、彼女とかいるんですかっていいなぁもうこそこ通っちゃったからないやちょっとこの間事件があってうちょっと聞いてみようかなと思って何ですか事件ってあの半年前彼氏から彼氏との連絡がプツリ途絶えちゃったんですよあらちょっと切ないねでハガキを書いた直後に、ハガキを出した直後に、連絡があって、より戻そうって。あ、じゃあよかったじゃん。でも、すごい年上っていうのもあるし、どのくらい年上なの？まだ誕生日が来てないから、まだ31なんですけど。あ、まずいいね。そのくらい、うちの両親そのくらい離れてますよ。いや、うちの両親もっとすごいんですよ。どうなの？19離れてるんです。19？ あらまあ。19?19。はい。ああ、いいね、19って。そうなの。ひろこさん。はい。いろいろ話題豊富なひろこさんですけども。いや、ねえ。ここ最近めちゃめちゃ話題がすごくって。あ、そうなの。はい、ねえ、サマーズとも話したしね。さあ。渡君、はい、ちょっとね、はい、あら、いろんな意味で手強いかもしれないからね。ちょっとこれは。はい、じゃあまず深呼吸二人。深呼吸。わさあ、それでは合言葉はせーのでお願いします。せーの。もじゃ。靴かいて。もじゃって言うんですね。わかりました。それでは渡君、二人勝ち抜きなのか、そして話題の豊富なひろこさん、それを阻止できるのか、勝負です。はい。今週は栗橋町の岡野智弘君の問題も入っております。いきます、問題。あ、もうこれ3年前。3年前、私ムックが作ったキャラクター、ハウキャウパンダが出演したアニメ番組のタイトル。はい、渡君。こじこじ。正解です。おこじこじでした。無理やりでしたけどね。出してもらいました。ひろこさん今分かってたの？ちょっと喉まで出かかって、ポンって出そうになったんですけど、うん。ちょっと、違う方に出ちゃって。笑ってるよ。相手も笑ってるよ。さあ、そうですか。わかりました。違うの出さないようにね。はい。クイズですから、声、口から出してくださいね。はい。さあ、行きましょう。問題。では、コサキンでおなじみのこの SE 聞いてください。さて、これは、本当は何の SE でしょう？はい、渡るくん。本当は？うん。コカ・コーラの線が抜ける音。正解！やったってことは。渡るくん、2人勝ち抜け！やったー！
いやー、渡君、はい、悠々でした。おー。ねえ。はい。最初ちょっと、ひろこさんに笑わされましたが、逆にそれがリラックスしてよかったのかな。まあ、多分そうだと思います。ひろこさん。はい。残念でしたね。ちょっと腹の中めちゃめちゃ緊張して痛いんですよね。面白いな、ひろこちゃん。ひろこちゃん。いや、昔ちょっとラジオのパーソナリティになりたいなっていう夢があったんで、ちょっといろいろ笑いとか勉強してたんですけど、うん、ちょっと東京に出て行ったりしたことがないんで、ああ、田舎もんなんで。かなりでも話題は豊富だと思いますよ。そう。はい。さあ、そういうわけで、彼氏との連絡もまた来ましたんで。きっとそっちに運が行ったんでしょう、ね、そうですね、はい、ひろこさん、じゃあ渡君にエールを送ってください。はい、頑張って彼女作ってください。はい、頑張ります。ひろこさん、ありがとう。はい、綺麗にお送りします。どうも、はい、失礼します。はい、面白い。渡君、はい、ちょっと渡君さっき本気で笑ってたね。はい、すいません。ちょっとひろこさん面白いよな。面白いです。でもその笑ったおかげで、ね、はい、リラックスして結構リラックスして年収勝ち抜き、はい、大臣もよろしく、よろしくお願いします。お願いします。はい、いや、おかしかったね、ひろこさんね。面白いの、もっと話聞きたいのか。そうだね。さあ、このコーナーではチャレンジを募集しています。女性ももちろん待ってます。電話番号に手に物はね、ぜひ聞いてほしいことを書いて送ってください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ水曜ジャンク小崎で電話でお待ちしております。水曜ジャンク小崎で、わお、ねえ、お母さん、あれ買ったよ、あれ。何よ、もううるさいよね。何、黒沢敏夫のショーフ飴買った。いやー、ブラヒモシューラシュッププ。コサギンコント劇場、僕、立川で、タイトル、6月の合コン。6月5日、水曜日、今日は合コン。しかもまた男連中には嘘の日時と場所を教えたので、今回も男は僕一人。今度こそ可愛い女の子と知り合うぞ、丸。へへ。先月の女子大生は大外れだったかな。今日は大丈夫だろうな。こんばんは。こんばんは。お、出た。先月の女子大生。はじめまして、舞子です。高子です。はじめましてってこの間あったじゃないか。うそ、初めて会うよね。うん、多分人間違いじゃないですか。いや、あったよ、あったよ。もう一人苦味高い子いたじゃん。苦味のこと知ってんだ。苦味と知り合い。だから先月合コンで会ったじゃないか。小坂井です、小坂井。先月っていつ。私たち3日以上前のことは大体忘れちゃうんですよ。ほえほえ。たまってる2人とも可愛いな。ほんとたまってると可愛いのよな。し今回の合コンも失敗な。あわしに漢字任せたのが間違いだった。さっさと帰ろう。座っていいですか。あ、どうぞどうぞ。僕はね、そろそろ行きますんで。なんで。もうすぐ苦味も来るし。苦味、こっちこっち。ごめん、またカラスの群れと戦ってたから遅くなっちゃった。出た。はじめまして、匂いが匂い苦味です。こいつも俺のこと覚えてねえや。私名前臭そうだけど、お酢で洗えば2時間は臭くないんで。そうですか。すいません、それじゃ僕これで。なんか私が来たら急に帰るとか言ってる。私来ない方が良かったかも。そんなことないよ、苦味。そうそう、苦味がいないとつまらない。ぷーん、ほんとぷーん、ほんとだ。ぷーん、嬉しい。ぷーん、前も嬉しい。ぷーん、なるとこだった。危ない、危ない。助かり、舞子。本当にいつも心配かけてすまんと、ごめんで、すめんなしちゃって。笑ってるよ、男笑いじゃないか。あれ、他に男の子たちは。今日はね、すいません、みんな都合悪くなっちゃって、僕も都合悪くなったんで帰ります。そんな、せっかく合コンなのに。ねえ、ねえ。いや、本当に帰ります。で、こちら若旦那、お名前は。若旦那って。こちら小坂井さん。小坂井タコサコさん。勝手に名前決めないでよ。じゃあタコサコさんとの出会いに乾杯しよう。だからタコサコじゃないですよ。みんな何飲む。前はお酒あんまり強くないから最初オレンジジュースで。私はお酒好きだから蜜醸酒で。じゃあ注文しようね。すいません、注文お願いします。オレンジジュースと蜜醸酒と、それと水牛唾ありますない。
い。じゃあ生ビールでお願いします。じゃあ飲み物が来る前に自己紹介タイム。知ってますからいいでしょ、もう知ってるよ。もう佐藤舞子です。こう見えても私洗濯物は溜める方でーす。イエーイ。西田孝子。西田孝子です。好きな昆虫はフナムシです。イエーイ。次男性陣。僕いいです。はい、自己紹介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 。あの小坂です。趣味は映画鑑賞です。普通つまんねえ。それは嘘で本当の趣味は盗塁です。狙いすぎ。すいません。次は私行きます。匂いが臭みです。好きな航空母艦はカール・ウィンソンです。イエーイ。やっぱり僕そろ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 何しりとりする。やだ、しりとりなんてやらしいぷー。しりとられたらやだっす。じゃあしりとらずやろうよ。オッケー。じゃあ私からゴリラ。パドリー。ふんどし。ペタス。え、ペタス。ペタス。麦茶。麦茶。茶。それ何が面白いんですか。しりとらずって何が楽しい。じゃあ続いてモノマネタイム。イエーイイエーイイエーイ。またかよ。じゃあまた前々から佐藤珠緒どうぞ。はい。川崎さんおはようございます。以上です。イエーイ。見せようともしてないじゃない。次タカ子、ロバート・デ・ニーロどうぞ。アイムロバート・デ・ニーロ、演技大好き。以上です。イエーイ。なんで疑問系なんだろう。次コトちゃん。え、コトちゃん。僕いいですよ。アン・ルイスの息子の真似どうぞ。アン・ルイス。ミュージです。全然似てない。次田村正和。それならなんとかできそうだ。左右って味がしないんですね。左右って右左のことですか。いや違います。白い湯と書いて左右です。白桃のことです。白桃。ただのお湯です。白桃って白い桃。黄桃は黄色い桃です。ロシア人のお尻白桃。日本人のお尻黄桃。黄桃。ピピ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 ピゴジラが出た。田村ゴジラだ。この二人お前かも。つけちつけちご飯に食べよう。水曜ジャン小崎で。わあ。お客様の中にお医者様いらっしゃいませんか。ああ君。あ、お医者様ですか。ノー、アイムおかわり。意味ね。シリーズ戦前半戦。はいどうぞ。はい。名前にすぐ変わるんだ。はい。ですね、僕は小学生でも、高学年で3人ぐらいいると、ちょっとビビります。向こうから歩いてきたりすると、ちょっと道避けたりします。なんで何をビビるの。いろいろ考えちゃうんですね。どんなこと、何が起こるかもしれないと思っちゃうの。お金取られるんじゃないかと。小学生取られちゃう。あんまりこうすごい面白いってわけじゃないんだけど、エボリューションって映画見た。いや見てないです。それって宇宙から変な生命体が来て、はい、アメーバーからどんどん普通何億年かかる進化をどんどんしていくわけよ、うん、ね。でも酸素が押すると死んじゃうわけよ。最初酸素に適応できなくてっていう話なんだけど、それの2回目ぐらいで犬っぽくなるんだよ、それが。ね、それがね、この間俺 DVD で見たら有川そっくりな。そうなの。ちょっと見てみて、そこだけでも。はい、前半戦です。総社氏のペンネームマタイモン君。ラブ。上を向いて泣いてる人に言いたいことベスト3、うん、第3位。涙がこぼれないように。これ永六輔さんが中村芽衣子さんに失恋した時に書いた詩ですよ。あ、そうなの。はい、中村芽衣子さん好きだったの。そう、結婚してほしかったの。へえ。で泣いて帰ったんで断られて、はあ、私は彼が好きですって言われて。神津義行さん。はい。2位。水色は涙色。綺麗でしたね。本当に綺麗でした。上を向いて泣いてる人に言いたいこと1位です。涙が耳に入るよ。入ったな。ここ入るか。小さい時
怒られて泣き寝にするとき、ちょ耳に入ったな涙が。これは真面目な作品でしたね。そうですね。世田谷区のペンネームカルボナーラ君。カルナ。生き物たちの別名ベスト3。3位カタツムリ。でんでん虫。そうだね、でんでん虫って言ったね。なんででんでん虫なんだろうね。なんだろうね。でんでん大根に似てるから。ああそうか。あの先っぽがあって。トン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 。ああ。違うかな。それとあと電車みたいな虫なのかな。よくわかんない。生き物たちの別名にゴキブリは？アブラムシ。あれ油っぽいからでしょ？油っぽい。テカテカしてるから。でんでん虫の人分かった。サングラスしてどうだかっこいいだろうって。それでんでん。その前からでんでん虫って言ってるし。生き物たちの別名1位千鳥。成長。千鳥を他の言い方で読むからでしょ。弱い言わないじゃないかよ。読み違いだよ。豊島区大江忠志君。大忠。最近のラビーについてリスナーが思っていることベスト3。第3位。日当たりばっかりでもの楽天か。ああまあな、後付け多いよな。2位。現状がまんま丸ヒット。まあね。1位。妄想に身を任せる人。いいよ妄想って。事故を守れるし、ね、罪にはならないし。そうそう。ただその妄想からね、精神を患ってほしくないんだな。おかしくならないでほしいんだ。それ誰に言ってるんですか。いやだから妄想マニアに。葛飾区の引き木大輔君。引き台。ソウルのホテルにて荷物を運んでもらったポーターに対して言う俺ベスト1。ありがとう。ありがとう。それ失礼しました。でも正しいよ。だってありがとうって歌なんだ。でもこう、でも歌いは違うがね。正しくはなんだっけ。爽やか爽やかにか恋をしてそっか。そうやって覚えちゃった。桜地のペンネームハローツー君。ハルツー。ワールドカップの試合中シュートを決められてしまったゴールキーパーの心境ベスト3。そうだよ、辛いよね。みんな他はチームプレーなんだけど、あそこは一人だからね。まあ、3位。いても立ってもたまらず。これ俳優さんですか。2位。パッと驚くためごろ。何何っておかしいよね。1位です。誰考えたんだろう。ちゃんちゃんって終わったって感じだもんね。終わりましょう。あ、谷さんに聞くの忘れた。なんで最後はじゃーんなんですかって終わりよってこと。そういうことですね。さあ後半戦の前に曲いきましょう。本日リリースです。ビーズ熱き鼓動の果て。君の引き継ぎ大作戦後半戦。僕はですね、歩道橋が嫌いなんですよ。いい音でした。もう入れたりするし怖いんですよ、うん、でこれは久しぶりに撮んなもんかなと思って、うん、もう何年かぶりちょっと登ってるんですけど、うん、怖かったですね。渡れなかったです。降り帰ってきました。あ、本当。あれ揺れるんだよな。なんかな揺れる。嫌な揺れなんだよな、あれ揺れないと危ないんだよ。そう壊れちゃうんだよ。そうなんですか、うん、何高さが怖いの。高さです、やっぱり。で車を通るたびブーって揺れるんで揺れる揺れる持って降りて帰りました。さあ、プロセスの渡部祐介くん。渡部祐。弱そうな覆面レスラーのリングネームベスト4、うん、弱そうなね、うん、4位。道が熱く、ちょっと可愛らしいもんな。いちごマス。3位。熱く熱く、あー溶けちゃうから美味しそうな。2位。思い出さんの熱く。でもサンゴは手を切ったりするからね、うん危ないよ。1位です。ワンピースを重ね着する熱く。女装じゃん。世田谷区のペンネームカルボナーラ君。カルナ。犬たちが有名人を見た時に犬がね、うん、有名人を見た時に言いそうなことベスト3。3位。可愛い子犬がヤクルトの若松監督を見た時に一緒に遊びたくなっちゃう、うん、2位。目鼻立ちの整ったキリッとした顔の犬が松本幸四郎さんを見て
親父あなたを本当は探してた。親父やっと見つけたね。1位15歳ぐらいの犬が TOKIO の城島くんを見て札幌の渡部ですけど、渡部水野春夫ちゃんが今までに手に入れたミスグランプリの称号ベスト3。3位ミスおふくろさんよ。2位ミスお尻の小さな女の子は。水野春夫ちゃんが今までに手に入れたミスグランプリの称号です。1位ミスそんなのない。泣きべそちゃん。そして後ろ渡辺淳一くん、鍋淳、高橋秀樹ちゃん、デビューの時からのキャッチフレーズの変遷。デビューの時伝説の少女になりたいと言ってデビューしたんですね。高橋秀樹ちゃんは25の時私は愛の水中か。30の時咲かせて桃色と息。そして35歳の時です。キャッチフレーズ45の時あそして58の今伝説の少女になりました。本当ね、もう耳高の人もいると思いますけど、本当にね、ラビーと僕の間に秀樹さんがいたんだよね。そう。それで、俺さ、もう舞台やってる時体調めちゃくちゃの時あったんだよ。そう。それで袖行ってさ、付き人にバケツも出されても、戻して出てって切ってまた上がってやった。ガシャン。その時の俺とラビーの気持ちが分かりますか。で思わずラビーと俺と目合わせたもんね。で次の瞬間早く誰かに言った。そう。ねえ、びっくりしたよね。実際はでもちょっとね凍りついたね。うん、これオーバーじゃないもんね。ラビーもやってガシャン。本当にそうだったんだよ。これはすごい。おっととかじゃないの。でもあの自分の話でも恐縮ですけど、何年か前に僕もニューヨーク行って、松尾君が、うん、お兄さん座ってくださいってボートのとこで座ってたの、うん、ボートの岸のとこにあるベンチで。だから腐ってたね、うん、松尾君が座ってて松尾君が立ったらうわってな、ぐわんってなったわけよ。椅子がこう、うん、まあ、傾いたの、うん。その時、あーって言っちゃった。あ、やっぱ40代になるって言うんだよね。そういうことなのかね。そうなんだ。君には指示いただきたい。まだまだ募集しています。郵便番号107-8066 TBS ラジオ、水曜ジャンク、小崎でお待ちしてます。小崎で、わー、あなたまたゴルフクラブを買いましたね、ドーン。あなたはまた色違いの服を買いましたね、ドーン。僕たちまた井川遥香ちゃんの妄想しちゃいました、ドーン。そう、僕たちは欲望のままに生きるオス猫さ。ジャンク。この時間は週刊ヤングサンデー DHC の提供でお送りします。ハムナプトラから誕生した新たなる謎と伝説、目を見張る驚異の最新 SFX 映像、全米歴代ナンバーワン新記録樹立、主演ザ・ロック、スコーピオンキング、6月8日全国一斉ロードショー。キッチュ&G2 のユニットアガペストア待望の新作は、なんと90分に及ぶ上方落語の超大作にチャレンジ。地獄バッケー亡者の戯れ、
脚本東野博明、演出 G2、 出演松尾隆、三上一郎、八曽田雄一、福田天球、浜田真理。 TBS ラジオ公演で6月19日から25日まで青山円形劇場で開催。前売り全席指定4500円で好評発売中。なお6月23日25日の追加公演も決定。お問い合わせは 03-5738-0637 G2 プロデュースまで。小田金ヤングブックコーナー。小田金のヤングたちをフィーチャーします。このコーナー今週は先ほど小田金コント劇場にも登場してくれました、マイマイランド西田拓実ちゃんです。佐藤舞子23歳です、よろしく。はい、西田拓実です、よろしくです。23です、はい、ダメです。もう仲良しですよね。仲良しなんだよね。はい、今日はですね、あの小堺さんと関根さんと熱いトークをしたいんで、ちょっとお題を考えてきましたので、はい、一緒によろしくお願いします。マーガリンって言おうと思ったんで、ごめんなさい、ごめんなさい、すいませんでした。はい、それでは行きます。小堺ヤング部フリートーク。マイマイのお題、はい、スポーツ。うん、スポーツね、はい、はい、なんか今ワールドカップでサッカーがすごい来てるじゃないですか、なんか皆さんはあの過去に、昔どういうスポーツをされてましたか。あ、質問攻撃ですね。なるほど。僕は中学陸上部、短距離。陸上部だったんですか。で高校がバスケット部。へえ、バスケット。すごいですね。はい、バスケットなんかドリブルシュートとか。そうそう、ドリブル、そうそう。へえ、いけてますね。僕は45度でした。45度って今言わないのかな。ああ、フォーメーションで言うと、なんて言うんだろうね。あのこうゴールがあるとトップがいて45度がいてここに、あ、はあ、はあ、だから2人いるんだ。まあ、中盤っていうことなんだ。中盤、あ、中盤。そこからノータッチシュートとかやってました。ノータッチシュートって何ですか。あの、リングにガシャンと当たらないでスパッと入るやつ。ああ、スパッと入るやつ。あの後ろにあのね、あの当てたりしないやつを、そう、バンドさせない。バンド、すごい専門用語してますね。バンダ専門用語。ラビもバスケットボール。僕中学高校バスケットボール。あ、そうなんですか。フェイントの関根と言われました。おお。フェイントって何ですか。フェイントっていうのはあのこうこっちへ行こうとする前にまず右へこうやってからこう、そう、騙しって話。そうそうそう。かける。右にパスするふりしてこっち振ったりとかする。あ、それがフェイントですか。フェイント。あ、そうなんだ。僕らほら。僕もラビも大きくないです。背が低いから。だからちょこまかし、フェイントしないとシュート打たしてくれない。へぇ、あれがブロックされちゃうから。そうなのよ。あ、そっか、こうやってやられちゃうから。そうそう。高い人が上から。あー、で、小技を使うっていうこと。そういうこと。そうそうそう。あー、そう。春風亭です。それは怖さ。前は何やってたの？私、あの、中学3年間は卓球部やってました。おー。おー、ヤッホー。で、あの、試合とかも、なんかすごい同情しちゃうタイプなんで、なんか軽い女の子とか、細い女の子に当たると、あの、サーブを手加減しちゃうんですよ。手加減して、わざと負けてあげたりとか、とかしちゃうんですよね。優しい。勝負に負けて試合に勝つタイプかな？いや、それも負けちゃうんですけど、わざと21点取らせたりとか、わざと、取らせてあげて。怒られるでしょ、だって言ったみんなに。結構怒られますね。何負けてんのよ。かわいそうになっちゃうの？そうなんですよね。現場に行くとかわいそうになっちゃうんですよ。あまり闘争心がないんだ。闘争心、ありますよ。あるんですけど、なんか同情心の方がでかいんですよ、私。見知らぬ人なんですけど。あ、そう、それも直しつつありますね、今。あ、へえ、優しいんだ。勝負弱いでしょ、じゃあ。あ、でもわりかし、負けたりしますね。あ、腕相撲とかも負けたりします。でも本当に負けちゃうんですけどね、ぶっちゃけ話。へえ。西田何やってたの。私はね、あの身体操部だったんですよ。あ、そうなの。こう見えても。へえ。はい。え、だってタコちゃん体柔らかそう。柔らかくなりたい身体操部員でしたね。あ、もっと柔らかい人いっぱいいた。いましたね。平気で土の字になっちゃったり。土の字になったり、火の字になったり。火の字。え、ダメなの？自分は。自分はですね、自分は円の形を描くぐらいですかね。円の形。こう、わー、こう、なんていうのかな、こう、フラフープを投げて、円の、エンジンを組んで。あー。エンジン。エンジンってなんだ？エンジンって何だろう。エンジンというのは人が円の形に立ち尽くすんですよ。
立ちつくず円の縁の周りに人がたくさん組むんです、なるほど、人が円を作るわけでしょ、はい、そう、うん、まあ丸くならない、丸くならない、丸くならないんです、すいませんけど、はい、なんでスポーツにしたんですか、いや今ワールドカップ流行ってた、ワールドカップだから続いては高子ちゃんのお題です、はい、どうぞ。ヒューマン、また来ました、ね、ヒューマンが OK、 ヒューマン、ヒューマンについて語りましょう、うん、人間性、人間、はい、人間です、あ、何か皆さんは、うん、こう健康とかで気を使っていることってありますか？ヒューマンなのに、ああ健康、健康、うん、人としてこう、僕、はい、僕はもう昔から食べたいものを食べて飲みたいものを飲んで、はい、っていうのが健康だと思ってますから、あ、そうなんですか、へえ、だから取り立ててこうないですね、あ、そうなんです、うん、運動をしたりとか、あ、それはしてますけど、はい、それも別にこう血水筋だとかじゃなくて、あ、自然に歩いたり、そうですね、あ、そうなんだ、うんうん、あんまり即にしてないな、うん、決まったことは、関根さんは、僕は、はい、あの下痢するまで食べないんです、ここのとこ下痢してない、偉いね、以前はずっと下痢ばっかりしてる、まあよくしたよね、うん、そう、そのぐらいでいいと思うんだよ、僕ら下痢しないで、下痢しない、うん、要するに腹いっぱいは食べないってこと、腹8分目、うん、腹8分目、まあ、8分目はまた我慢できないんで、うん、あの前9割5分ぐらい、うん、あとは僕はゴルフで歩くようにしてるし、うん、今犬がいるんで、はい、週に4回ぐらいはお散歩行ってますね、あ、歩く、そうなんだ、次に2時間ぐらい、そう行きますね、おー、西田は何かしてんの、あ、3食をまず絶対食べて、うん、その3食をすごくたくさん噛む、ああいいことだ、それって噛みますね、それはいいことなんだよ、いいことなんだよ、私昔噛まなかったんですよ、うん、丸飲みかい、丸飲み系で3回ぐらい噛んだらもう胃にぶち込んでたんです、同じタイプ、同じタイプ、飲み込むの早いんですよ、そうなんだよね、そう、我慢できなくて、噛むのがいいらしいよ、噛むのがいいんだって、噛むとね、今まで例えば丼ご飯一杯だったのが、はい、ご飯いっ、あ、茶碗に一杯分ぐらいでお腹いっぱいになるんだって、わかります、それ、うん、噛んでるから脳に指令が行きやすくて、はい、満腹中枢とのその時差が少なくなるんだって、そうなんだ、よく噛むと、うん、だよくごめんね、早飯早食いとか芸能人って芸能人でいけないね、体じゃ良くないんだって、良くないよね、今びっくりするんだって、負担が、うん、だから宝塚の人ほとんどイカ水ですから、あ、そうなんですか、食べて踊るから、結局だからみんな痩せてんの、宝塚の人とか言ってたよ、あ、そうなんですか、うん、マイマイなんかしてる、マイマイ比較的してないですけど、うん、大体お肉は食べるようにしてます、あ、お肉好きなの、牛肉が好きなんですよ、牛肉、そう、牛肉も好きだし、うん、豚肉も好きだし、あ、でも人参を千切りにすって、うん、じゃあ千切りすって、あ、千切り、あ、するの、そう、千切りみたいなやつに大根のつまみたいなやつにして、で醤油とごま油で混ぜてかけて食べてます、あ、美味しそうだ、そして5分ぐらい置くとしんなりして美味しいんですよ、また美味しそうだね、はい、で繊維もたっぷりだから便秘解消にもなるし、なるほど、はい、考えてるね、要するにね、欲しいものを食べるのはいいんだよ、うん、そうなんだよ、脳内にね、快感物質っていうのが、はい、美味しいものを食べた時と、はい、楽しい時に快感物質がバーって出るわけで、笑うとそうなの、ああ、バーとね、免疫能力がね、高まるんだって、体の、そうなんだ、だから風邪ひいてる時とか引きやすい時とか楽しいこととか美味しいものを食べるとそれをブロックするんですよ、へえ、ね、本当に笑う角には服着たって本当なのよ、じゃあこれから笑おう、いっぱい、いつも笑ってるよ、大丈夫、十分ですよ、さあ、あのね、まいまい高子ちゃんのね、コンビ名を、コンビの名前を、皆さんから募集したんです、ちょっと紹介します、はい、川崎市の伊藤貴弘君、夏に向けてお忙しい皆さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、まいまいまい高子ちゃんのコンビ名を僕の盆の久保占いをもとにいくつか考えてみました、え、なんだそれ、佐藤の佐藤、はい、西田の田を取って、何、佐田佐田佐田って佐田です、そうそうそう、ね、高子ちゃんはカルアミルクの一気飲みができるので、できます、コント二丁目、なんだそれ、
ただってただあんまり良くないよね。ただだよね。ただただただだとほらあんたあんた安倍ただになっちゃうしね。そうそうこちら赤石メアリー君茅ヶ崎市ほろ酔いとヘベレケ。これはこの一見西田さんがほろ酔いマイナーのヘベレケっぽいですが本当はその逆ですと、はい、あらららねえ多かったのこれです。柴田康盛君千歳市参ったか。おお、前かも。前前の前と西田隆子の隆からつけました。いいね。いいね、参ったか。参ったかでーす。ああ、参ったかでーす。いいね、参ったか。いいですね。うん。元気出ます、それ。はい。こんにちは、言ってみて。こんにちは。参ったかでーす。マイとタカの間にツが入るからちょうどいいんだよね。マイタカ、ちっちゃいツが入ることに、ちっちゃいツが入ることによって割るにっていうことですよね。横浜のワオワオくん、西田タカファンとマイマイのコンビ名、すっとこです、どっこいです。西田さんがすっとこ、マイマイがどっこいです。二人合わせすっとこどっこいです。よく入るな。あとこちらがね、E メールです。加納、こちら、浅上原の村上敦君、加納姉妹に対抗し、なんだ右脳姉妹。右脳姉妹右脳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 ね。右脳左脳の右脳。右脳っぽいもんな。あと二人レディースなんで、はい、レディース2。ああそれいいね。以前とあるライブで西田さんは病気になった時、薬がきついのが嫌で、小児科に行くことがあると言ってました。本当ですか？え、マジですよ。本当に小児科行くの？はい。小児科受け付けてくれるの？はい。あの、もう昔ながら、私赤ちゃんの時から行ってた小児科があり、行きつけ。あの、行きつけの、はい、行きつけに、いつもの行きつけの。ホームドクターか。はい。あ、そういうとこあるといいよね。はい。ちょっと弱めの薬出してもらうんだ。そうなんです。なるほど。神戸市のりしむらやすくん、感電シスターズ。感電シスターズ。ビビビ。ビビビ。ツッコミガイネーズ。おぉ、張り切り娘とのほほんじょう。おぉ、伊藤孝弘君、川崎市。日光ひひ軍団。あ、おちゃらけさん。わたあめ。わたあめ。これわかんない。江ノ島かぶれ。なんだこれ。いいかな、江ノ島かぶれ。なんかいいような気がしますが。さあ、そういうわけでございまして、今日も、ね、不思議なワールドが展開しましたね。はい、はい。それじゃあ、今年の夏の、うん、それぞれの、私のキャッチフレーズ。キャッチフレーズ。マイマイの夏のキャッチフレーズ。夏のキャッチフレーズ。高子の夏のキャッチフレーズ。そうですね。あるじゃないよく。灼熱高子とか。ああ、うん。そういう感じ。自分のなんか夏のイメージ。灼熱。白い水着をとか。ああ。そういうの。白い水着。なるべく短い言葉で。マイマイ。ハンディなしのマイコ。いいね、ハンディなしのマイクだ。ハンディなし、ハンディがないんですよ。あ、ハンディだ。ハンディがないの。ハンディがないね。ハンディ、そう、結構深いでしょ。はい、高子ちゃん。高子は、日差しを避けたい高子。あ、あの美白、美白スタッチだもんね。美白で行きたいもんね。美白でね、はい、わかりました。はい、今日のヤンキブはマイマイの西田さんでした。どうもありがとうございました。水曜ジャンク、小崎んで。わお、花形さん、火の玉は存在するんでしょうか。そうですね、火の玉が実際にあるんですね。雪男はどうですかね。雪男はですね、かなり寒い地域に行くとですね。じゃあ雨男は。そんなのいいね。ハムナプトラから誕生した新たなる謎と伝説。目を見張る驚異の最新 SFX 映像。キャッシュです。全米歴代ナンバーワン新記録樹立。主演ザ・ロック、スコーピオンキング。6月8日全国一斉ロードショー。 TBS ラジオ木曜深夜0時はザ・キャンディーシンデレラタイムオーバー。馬車がカボチャに変わる時間。どんなコーナーがあるのかというと、世の中の男の子をめちゃめちゃ勝手にパターン付け、男の参加状。ガエル恋愛の裏技を考える一発逆転恋のテクニック。 I love you と言わせたい。ちょっといけない妄想が目白押し。ガラスの舞踏会。そして一番の聞きどころは、まあ私のヨッピーの魅力かな。あ、そうなんだ。あの、どんな魅力かは番組を聞いてのお楽しみでございます。木曜深夜0時はザ・キャンディーシンデレラタイムオーバー。よろしくどうぞ。リクエストコーナー。お久しぶりのコーナーですが、今日はね、あの前からラビーが聞きたいと思うんですよ。
増山大志郎さんの雪虫。雪虫これね、作詞家の人ね、もういろんな作詞しちゃって、もう疲れてて、池田光雄さんって人ですよ。そう、池田さん疲れちゃったんでね、もうこれでいいやって。これの B 面が横浜公演物語なんですね、うん。B 面だからいいやつって。雪虫にしちゃった。いや、雪虫が A なんです。雪虫が A 面なんです。いや、作ってみたじゃ結構いい曲だった。横浜公演物語が B 面です。雪虫ってスノーですからね。スノーの雪ですよ。に虫です。そんな。3分36秒ありますけど。聞きたいですね。またちょっと行ってみましょう。コスケベ声なんだ。はい、コスケベ声の増山大志郎さんです。雪虫。全部このジャケットは弾いたような曲なんですけど、夕日のこう枯れ子たちをバックにブルーのスーツ、白いネクタイな、いやラビーのリクエストでかけたんだそうだけど、あんま面白くなかったな、騙されちゃって雪虫ってタイトルに雪虫だけに溶けて流れたと、そういうことだよまた来年降ってくださいありがとうございました水曜ちゃん小崎でわお、ね、お母さんあれ買ったよ、あれ何よ、もううるさいよね、何黒沢敏夫のショーファーメ買った、いやブラヒモシューラシュッププおはがきレッド、今週のお題はラビーのフィギュアができたことを祝して、うん、イミネームフィギュアでございます、はい、中岡市のペンネームダンデライオンくん、柳沢慎吾フィギュア、お警視庁24時や甲子園のモノマネをする機能がついていますが、スイッチを切っても電池を抜いても止まりませんいいね感じだな、これ開けよう、面白いな、桜市のハロッツーくん、渚健一フィギュア、お俺は実は平安時代の殿様だったんだけど、ある日 UFO に連れ去られて現代にやってきたと真剣に語っている時のすっとぼけた表情がうまく作られています。ほんとすっとぼけてるね、日本一あの高田さんと違うジャンルですっとぼけてるよね、そう、あ終わっちゃったのかな、都内を知ってるって嘘ついて案内する番組、どこ行っても俺はもうここは知ってるそれで何どういうメニューがあるんですか、あの顔いいよね、絵の顔は日本一だよね松本幸四郎さんが演技に取り入れたって言うんだから、渚さんが食べ物のレポートであまりのうまさに箸を落としてうつろな顔したんだってそうかと思って芝居に取り入れましたでも松本さんがやると全然違うんだろうな、北九州市の横田博史君、太陽に吠えろフィギュア、おこれは歴代の刑事のフィギュアではなく、うん、歴代犯人のフィギュアです、おお分かりにくい、覚えてない、覚えてない、蒸し暑い夏の夜300人の悪人顔に囲まれて涼しいひとときをお過ごしください、はあでも多分
ジーパンを刺した人とか売れるね。あ、林さんでしょ。そうそう、林豊さんでしょ。あの時はね、ビレッジシンガーズの、あの最初の時は違う人だよ。あ、そうで、探せって時に林さんがやったのか。あ、そうか、ジーパンを殺した人探せって、練馬区の小田沢義久君、佐藤玉緒フィギュア、うん、大量の涙を流しているため加湿器として便利です。へえ、それは泣くわ、あの子。加納姉妹フィギュア、うん、あのゴージャス姉妹のフィギュアです。しかしよく気がついたね。よく見るとお姉さんは石原良純です。バーッ見て、何だろう、隅田区の小山博之の城光秀、ルー大柴ボイスアクションフィギュア、いや、これはルーさんそっくりのフィギュアです。名前の通り喋る機能を搭載しています。背中にあるボタンを押すと、買ってくれてありがとう、でもちょっといいかなの始まりで、電池が切れるまでルーさんの自慢、思い出、今後の抱負などを語り出します。そして電池が切れそうになると、横浜へ行こうかと流れ、静まり返り、電池が切れたことを指します。マネージャーの高木君はそれ聞いたら泣いちゃうだろうな。マーハって言うんだよ。池田正則君、秋田君、仙北君、声が出るイケメリオフィギュア、いまだに高校生役のオファーが来たら引き受けますと思っているイケメリオさんをフィギュアにしました。もうできないよ、80超えでしょ。イケメさんの希望により、爪入りバージョンだけではなく、現代の若者のファッションを意識した DJ バージョン、ヒップホップ系やサーファーバージョンなど、ピアスや金髪カツラをセットでお届けします。なお、足元についてるボタンを押すと、池部さんなりに努力した若者口調で超ムカつきますとか、ナンパしようじゃんなどの声が聞けるそうです。高橋のハローチスー君、ザードフィギュア、ザードの酒井泉さん、以外のメンバーのフィギュアを発売します。似てるかどうかは誰にも分かりません。辻ちゃん、カゴちゃんフィギュア、モームスの辻ちゃんとカゴちゃんのフィギュアと聞いて、男性ファンから予約が殺到。しかし箱を開けてみると、2体の人形が背中を向け、気まずい雰囲気が。よく見ると、辻ちゃん、カゴちゃんではなく、辻人生と南果歩が離婚前に発売していた辻ちゃん、カゴちゃんフィギュアだったので納得。愛用感だ。岡山ハゲよ、これ。岡山市の吉岡正俊さん、トミーリージョーンズフィギュア、トミジョンの太い指のフィギュアです。でも色が黄色くて形も曲がっているので、よく見るとバナナでした。腐る前に食べましょう。バーッカそんな太くない。どうしてフィギュアだと思ったんだと。松田明美フィギュア、あまりにも出来がいいのでみんな感心しましたが、よく見ると金床の見栄張る人形でした。ちーでちょっと似てる。伊東市の杉田博明君、真夏流フィギュア。覚えてる、あれ、ね、後ろ向いて。これはウルトラマンレオの隊員役で、特訓中の時の人形で、ものすごい顔しています。市内で殴られんだよな、シープの追いかけない。その時に後ろ向いて、あ、本当につらかったんじゃねえかと思う。多分ね、昔のフィルムのスタッフだから、だから厳しかったんだよ。ギリギリのスピードでやったんだよ。だから真夏さん全速力で、もうやめて。沖縄のシーバイダラダラ王子さん、井の丸氏、横山弁護士のフィギュア人形、もめくちゃにしながらカメラやマイクを近づけると、もうやめてとか、どこないかバカモンとか大声出します。安いフィギュアによくある顔が本人とあまり似てないタイプなので、フィギュアの横にアタッシュケースを置くと、城南電機の宮地社長になったり、リーゼントを頭にくっつけると TOKIO の城島君になります。ひどい、ひどい、もう小さいんだ。30だよまだ。松村雄樹のフィギュア人形、ダイヤドラムのファンじゃない人にはちょっと草顔臭いだけの人形です。ヘアスタイルを爆発させて、よう雪ねえと声をかけると、元気が出るテレビの番組告知とエンペラー吉田さんのこぼれ話をしてくれます。杉田博之、愛し津川雅彦フィギュア、この人形は濡れ場大王と書いたタスキをかけ、両手が何かを揉んでる形になる。これあげよう。どうしどしの津川さん揉むのうまそうだよな。うまそうだね、渡辺純一君。奥さんも揉みがやるから、そりゃそうだ。そりゃそうだよ。中堅サラリーマンの飲み屋の会話。そりゃそうだ。
カナブンフィギュア、確かにカナブンっぽいんですが妙に人間臭いなと思ったら元 TBS アナウンサーの渡辺健太郎さんでした。特徴的なリアス式海岸みたいな髪の毛の生え際も成功に再現しています。頭を叩くと衣笠逆転ホームランと叫ぶので面白いです。姉妹品として土地の若のクワガタフィギュアも売り出し、これあげよう、これラジオネームそれだけスマート感、うん、意味ね、意味変わるフィギュア、うん、このフィギュアは湯船で使うものでユニットバスでも使いやすいように本物の2分の1の大きさでできています、うん、一緒に入ることによりお銀さんと混浴気分を味わえる優れものです。釣り具メーカーとの技術提携により付属の重りを取り替えると微妙な浮き沈みをし好みのおっぱいの見え方に調整可能です、うん、いいですね、いいですね。それだけスマートさん、ラビーと同い年ですからね。スピーディーヒップ、うん、くん、高橋英樹1分の1等身大フィギュア、いや体重はリンゴ3個分、軽、好きなものは小さくて可愛いもの、お星様金魚などサンリオ所属。バーキチンちゃんじゃないかよ。キチンちゃんってリンゴ3個分なんだ。へえ。吉吉の渡辺純一くん、じゃあでかいだろあの人形。サンリオピューロランドの人形は。ミニモニフィギュア、うん、矢口真理加護、かわいい辻、うん、辻さんと、ここまではわかるんですが最後の一体がミカではなくブリッジするブルーのサンマルチノなのでとても残念です。そんなわけない。練馬区の小田沢吉久くん、水野ハロー人形、これはハローちゃんの愛称であるキティちゃんのぬいぐるみから綿を抜き、その中にそら豆を詰め込んだプリティお手玉です。かっこ足臭い。来週です。伊藤隆弘くんが考えてくれます。川崎、意味ねえ、それ誰、ほら、誰だっけ、派手な服着て白塗りで無口な人はトランプマンと、ああそれ誰、よくやっちゃうやつ、ね、俺がそう、ラビーがやるやつです、うん、そこでね、じゃあラビーにはこれ問題にしましょう、僕は読んでね、うん、ないでしょう。そういう風にしたいと思います。意味ねえ、それ誰、よろしくお願いします。ラジオジャンク、この時間は週刊ヤングサンデー DHC の提供でお送りしました。はい、今週もお別れのコーナーですね。さあ来週はいよいよ石田純一さん、本名石田太郎さんが来てくださいます、またファッショナブルだと思いますが、そして再来週6月19日は八木亜希子さんね、亜希子さんね、お先に八木亜希子さんが来てくれる、素敵ですよ。はい、そして小崎ヤング部は全員集合します。さらに6月の26日は我らの、フォローしてくれる清水美智子さん、ね、そしてなんと杉良太郎さん登場いたします。多いね、2大ゲストですよ26日はね。皆さんへの質問、マル秘情報をどんどん送ってください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ水曜ジャング小崎電話でお願いします。ファックスは24時間に来てます。東京03-5562-0954、東京03-5562-0954でございますね。いろいろお願いしたいと思います。 E メールです。コサキンアットマークベスト .tbs.co.jp、 コサキンアットマークベスト .tbs.co.jp、おはがきてお手紙ファックスまたは E メールでどしどしご応募お願いいたします。さあヤング部全員仕事と結構すごいだろう。おお面白いです、またね。はい、森くんにも皆さん励ましのお便りをください。この頃元気ですけどね、はい、さあ明日のこの時間サマーズが登場いたします。それでは有川君、はい、行きましょう。はい、歩道橋のことを思い出しながら、はい、歩道橋、うん、せーの、バッホー空でした。ツンツンツン、デジタルカメラのプリントはインターネットで、お近くの小出カメラで綺麗な写真が受け取れます。ご注文は www.koide.jp、 koide.jp へ。首都圏78店舗、カメラとデジタルプリントの小出カメラ、小出犬だ。渡辺実です。毎週土曜日深夜3時からお送りしているロック魂、6月8日土曜日深夜、つまり6月9日日曜日ロックの日は午前3時からライブデンリクスペシャル。70年代洋楽ロックなら何でも OK、 採用された方全員に3000円分の音楽ギフト券をプレゼント。詳しくは番組ホームページまで。 TBS
TBS ラジオ954。世界に通用するチームになれるはず。行け日本。 We are supporters。 サッカー日本代表チームサポーティングカンパニーファミリーマートが3時をお知らせします。